小田健次郎2月25日から1977年3月20日は日本の数学者。専門は大数学。第6代大阪大学総長、初代大阪大学基礎工学部長。群馬県大羅郡立林町出身。訓一等随法省、文化勲章。1920年代以降に起こった現代数学を日本にもたらした。 また戦後の日本数学界の再建に尽力した。正太定一郎や前列右から、定一郎、次女、直子、母、美ゆ三女、優子、逸夫、お、厚志五郎、妻、きぬ、四男、淳志郎、後列右から三男、秀三郎、長男、明一郎、義弟、卓二、次男、健二郎、正太健二郎は、日清製粉グループ本社の創業者、 小田定一郎の次男として生まれた。健次郎は、天文学者、平山真の次女、民と結婚し、長男、明、長女、綾子、次女、貞子の一男二女を設けた。民の死後、健次郎は、元九州大学教授、伊藤栄三郎の娘、貞子と結婚し次男、高等次長を設けた。なお、健次郎の義父平山慎には他に三人の娘がおり、 長女、百合は、地質学者、鉱物学者で、元東京大学教授の坪井誠太郎に、三女、あつは、元東洋製作所社長の佐竹義俊に、四女、知恵は、日本国有鉄道場無理事、日本伝説工業社長、東京電機保全社長等を歴任した、川上俊一にそれぞれ嫁いだ。したがって、つぼは、賢治郎の義系であり、佐たと、川上は、 健二郎の義弟にあたる。また平山真の次男で建築家の平山隆も健二郎の義兄である。また、健二郎の弟、秀三郎には二男二女がおり、秀三郎の長女は上皇后美智子。秀三郎の長男、いわ元内閣総理大臣、浜口祐子の孫娘、宿と次女、恵美子は、元昭和電工社長、安西正夫の長男で、 日本体育協会の会長を務めた安西隆之と次男、修は元倉で社長、大原総一郎の次女、康子と結婚した。上皇后道子は健二郎の名にあたる。老いのは木村春夫は日本高等学校野球連盟会長在任中に大阪大学で博士号を取得した。ブリタニカ国際大百科事典商工目事典、正田健二郎。ことバンク。 2020年8月30日閲覧。文化勲章4紙に、死死落合しら、朝日新聞昭和44年10月21日、有刊、三版一面、昭和人明治天第一巻東京編504ページ、AB、昭和人明治天第一巻東京編831ページから832ページ。ありがとうございます。